その意識の断片の中に金髪の少女がいた。彼女の瞳には英雄としてのわしが映っていた。わしはその意識にいつまでもこの栄光を守ると約束したのだ。反撃だ戦士たちよ。お前の限界を見せてみろ。わしと共に未来への道を切り開こう。ラングリッサー。炎を恐れる者にわしと共に戦う資格はない。